オリビアさんのおっぱいは G カップだ。いやあ、せつなきゅうすけだよ。ライドツーやっていきたいと思います。もしかしたら今回最終回になるかもしれません。その最終回の冒頭がね、このオリビアさんは G カップだというですね、勝手な俺の想像に妄想に基づくこと答えっていうね、どこなんだオリビアさん、どこだ、こういう広いところで戦おうっていうか、広いところで待っとくとか、そういうんじゃないわ、そういうのなかったわ。部屋か、部屋におるな。女の人の部屋に行くとか、ましてやそこで戦場と化すとか、おらん。こっちルーカスの部屋よな。ルーカス、え、ルーカスおらんかったっけ。え、ルーカスみんなのみんなと一緒におらんかったっけ。え、ルーカスみんなと一緒におらんかったっけな。え、どういうことだ、こうだったっけ、みんながおるん、違った、こっちか。あ、そうじゃそうじゃ、俺ウィルソンのところ、ウィルソンくんのところにルーカスがおるんかなって俺頭いっぱいになっとったら、あれウィルソンくんでは、同じ寝方しとるわ。双子って言うほど、双子かって思うほど同じ寝方しとるわ。そんなことはどうでもいいや。ここか、マスターの部屋におるんか。ん、そちらは終わったか。ああ、終わったよ。そうか、なら続けざまで申し訳ないが、こちらも頼む。羽と角には極力攻撃は避けてくれるとありがたい。あまり傷つけるとまだ幼いようだし、死んでしまう可能性もあるからな。ああ、わかった。嘘を吐いてくれた後は私たちで力を抑える。頼んだぞ。あ、ウィルソン君に取り付いた嘘を倒せってことだったんだ。え、オリビアさんは、オリビアさんはもう確保したん、お前ら。まさかオリビアさんもう確保したん、すごいなお前ら、優秀やの。だとしたらすごいの。いや待てよ、ウィルソン君と戦った後にオリビアさん戦うっていう、そんなパターンかもしれんな。ハニトツノには攻撃を避けたら、避けなあかんわけじゃ。行くぞウィルソン、ウィルソン君、ウィルソン君取り憑かれてるね。君嘘に取り憑かれてるね、嘘に操られてるね。何今の、完全には取り憑かれてないな。早くしないと。ああ、これで終わりにしよう。ラスボス、え、オリビアさんは本当に、オリビアさんは前回の1の時のさ、ラスボスってこういう BGM だけだっけ、もしかしてこれがラスボスなん。行くぜオリビア君、キュー様には運が、いらうらん、噛むな、そういうところで噛むな。貴様には恨みなんかないけどな。行くぜグレネード、そして全体攻撃ファイヤー、聞いとるんじゃないか、レベルアップしとんか、聞いとるんじゃないか、レベル11になっとうけんな。ファイヤーで、これで周りの2体は全滅で、そのまま単体でこいつら、こいつらつうか、あ、遠吠えあるんはそった、使っとこう。これで攻撃力アップしておきます。でグレネード、通常攻撃しかないな。よいしょ、まず相手の攻撃がこっちに全然届いてないからね、これは問題なく行こうぜ、問題なく進行やけんな、ムーブやけんな、アウトソーザーレインボーって曲の歌詞やけんな。あーだと、トリオファイヤーじゃ、はいよファイヤーで持ってグレネードをもう一丁、トリオファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、敵はそんなにダメージないんよな。いけるぞ。ウィルソン君は攻撃力的にはそんなに高いにドラゴンじゃなかった。攻撃力はまだ上がった状態。このまま畳みかけて、HP が半分になりました。半分過ぎました。通常攻撃。グレネード。通常攻撃。まだ攻撃力アップはついております。大きな嘘を使う。スキルじゃないわ。通常攻撃だった。これで、まあ、MP 高なって。グレネードで今攻撃力アップが消えたんで、遠吠えをもう一回、よいしょ、はいや、アップでグレネード、そしてトリブルファイヤー、グレネード。ではこれさ、ドラゴンという子供に対してグレネード投げつけようんやけんさ、どんだけハルが非人道的なことをやりようことか。止めるためなんだ、仕方ないでしょ。
よっしゃ倒した。てか羽とか角とか避けてくれっていうのは俺には関係なかったな全然。よし完全に破壊だ。いいぞ。ああありがとう。ひどい暴走でもないからな、すぐに終わる。ウィルソン君よかった。気分はどうだい。あウィリアムマスター、ごめんごめんなさい。ウィリアム君が謝ることはない。やウィル君逃げた。どうする、とりあえず見に行ってみるか。どうしてああなるほど力を使ってしまったんだろうな。そりゃオリビアさんのことが好きだったけんなんだろうな。お母さんみたいな人だったんじゃ、一緒におったって言ったけんな。ウィリアムマスターごめんなさい。違う、私が悪いんだ。昔ああいう仕事をしていたからよく悪い夢にうなされていた。情なんか捨てていたつもりだったが、やはり私も人間だった。そしてある日、ウィリアム、お前の卵が突然現れた。お前は夢を食べると、そう言った。私はきっとその時、この夢の原因となるものをすべて消してほしいと言ったんだろう。はあ、そうなんじゃ。自分の嫌なものをすべてで取り払ってほしいと、そういうことやな。うん、そうだよ。マスター、とても苦しそうだった。だから、全部食べたよ。それからゆっくり眠れるようになったみたいだし、僕はこれがいいことだって思った。だからここに来るお客さんの悪い夢もこっそり食べたりしてたんだ。いい夢は食べたらその人が不幸になるからって前に読んだ絵本でもあったから。そのうち悪い夢は全部食べなきゃって思って、それで。ウィル君なりの優しさってことなんやな。いいことをしようとしようと思ったんやな。すまなかった、全部押し付けてしまって。悪い夢は消してはいけない。背負っていかなければ強くなれない。私はこれからは逃げない。すべて守れるように。だからもう無理をしてお前が頑張る必要はない。マスターほ本当にごめんなさ。マスターさんがお願いしたらウィリ君の弾ができたの。ああそうだ、どうしようもなく自暴自棄になっていた時だったよ。強く願い思った時だったら、もしかしたらそれがドラゴンの卵が出てくる条件みたいな感じなんかな。俺も願ったら隣に卵出てくるかな。チャンネル登録者がめっちゃ増えますように、俺の視聴者がめっちゃ増えますように、あと彼女できますように。卵ないよ。卵なドラゲナイしたよ。ドラゴンはその願いや思いを叶えるための神様のプレゼントじゃないかと私は思うよ。なるほど、そっか、いろいろ解決してよかった。わーい、もうだいぶ遅い時間だからな。今日はもう休もう。いろいろとありがとう。いえこちらこそいろいろと。ドラゴンは人の願いや思いから生まれるか。じゃあ、ハルは何を思ってエフィーナを読んだんだろう。おやすみなさい。ご迷惑をおかけしました。おやすみ、ウィル君、マスターさん。エフィーナやって、そういう感じでハルの手元に来たんやな。眠い。昨日が一番バタバタしてたな。もう黒町出たよな。目的だったドラゴンについて調べることはもうできたからな。重要なさ、ドラゴンの卵はどういう理由で来るのかっていうの手がかり分かったな。それに人の特に男と女の関係の喧嘩ほど関わるほど面倒なものはない。まあ、たくだよ。何か収穫はあった？今俺が言ったぞエフィーナ。ああ十分さ。それじゃあ出る前にマスターに挨拶しとくかな。もうここもお別れか。お前らとも世話になったわ。昨日は助かった。礼を言おう。なんだ、人間に対してもちゃんと礼儀は持つんだな。
おお、怖い。褒めると睨まれるのか。ハル、それ以上話すと多分八つ裂きにされるよ。どこで覚えたんだ、そんな言葉。エフィーナさ、どこからそういう言葉仕入れてきようなだ。お前結構勉強熱心なんか。小説とか読むのか、小説とか。昨日は助かった、礼を言おう。しかし休み足りないのではないか。あまり無理はするなよ。はーい。本当にどこ行ったんだろう、オリビアさん。結局戦わずに終わってしまった。てか、あの豹変した後の姿を、豹変して俺らを襲った後の姿を見てない。あの日見たオリビアさんの姿を僕たちはまだ知らない。あ、3人とも。オリビアさんは結局どこ行ったんですか。マサーさん、この度は本当にありがとうございました。ろくなお礼もできないままお見送りすることは大変心苦しいのですが、いえ、こちらこそお世話になりました。ケーキ隊の方と話をしましたが、ウィリアムはこのままここに置いていてよいと。一番のベストの展開やな。ただ先日言った通り、私はドラゴンに関しての知識は乏しいのですが、で、またここに来ることがあればいろいろと教えていただけると幸いです。そうやな、ドラゴンの親の先輩として、もう育児の親の先輩としてみたいな育児の先輩としてみたいな感覚で教えたいですね。ハルがね、何か教えるためには金取るからやめた方がいいよえ、ウィーナちゃん、それは言っちゃダメな約束でしょ。ならば何かご馳走でも作っておきましょう。やったー、また来よう。エフィーナちゃん、そんな手に乗せられたらダメだよ。守れるように頑張るよ、僕、大切なもの。その息や、オリビア。オリビアじゃない、あいつはもう死んだんだ。死んだか知らんけど、捕まったんやな。捕まったんだと思う、ケーキ隊の人に。ウィル君、気づくのにだいぶ時間がかかっちゃった。大切なものほど目に見えなくて気づきにくいって本当かな。お前が大切だと思うものは何だ。マスターとか他の人も、ここの暮らしも。ほら、ほとんど目に見えるものだ。え、どれだけ大切だと思うかも人によってバラバラだからな。見えるか見えないか、そんな大切な差はない。ただ目に見えるものほど、近くにあるものほど、その価値に気づきにくいとは俺は思う。そっか、じゃあ周りをもっと気をつけて見るようにしなきゃ。いろいろ迷惑かけてな。そうだな、早めにその癖は直しておけよ。オリバーさんはもうここにはおらんけどさ、その次の女の人とやるんだったらさ、もうこの癖直しとかんかったらまずいぞ。本当にオリバーさん以上のド S がおったらまずいぞ。はいはい、こりゃもう不治の病かもしれねえけど。ならこそこそするよりは堂々とやる方がいい。見えないものより見えるものの方が意外と気づきにくいもんだからな。やめろよ、そんな風にしたら俺の頭と体が離れちまうぜどういう表現やお前。今度からは私もこの男が変な気を起こしたり不自然な行為をしていれば即処罰するようにします。あなたが言う処罰っていうのは無知で叩くんでしょう。オリビアさんとなら変わらんような気がするけど大丈夫かな。よかったな、案の定そのくせなるのも早いかもしれないぞ。生きていればな。それでは俺たちはこれで失礼します。また遊びに来る？うん、バイバイじゃなくてまたね。うん、また。ふふ、またのご来店をお待ちしております。ここでの生活も終わりか。そしてライト2話が終わりか。ふぅ、というわけでライト2完結。しかしこのライトシリーズ、あともう一つ作品があります。ライト3です。ハロルドとエフィーナです。結局のところさ、オリビアさんどこ行ったん。俺それだけが気がかりだったもん。オリビアさんがラスボスかと思ったもん。お、オリビアとルーカスで。あ、これ見る限りオリビアさん別にケーキ隊の人に捕まったとかそういうんじゃないんかな。その後の二人みたいな感じ今の。なんて読むウィルソン君に、マスターさんやな、ソフィアさんが。で、ケーキ隊の二人何してんだ今洗濯物干してたね。洗濯物じゃないわ、布団干しとったな。で、これがあのカードじゃ。
ルーカスにもらったカードです。 Thank you for playing というわけです。けどあれだな、1の時もこの Thank you for playing のはともちょっとあったけんな。やっぱりあった。ドラゴンは人の思いや願いから生まれるって本当かな。そうな。ただ今までに聞いた理由になりそうなものよりは一番それっぽいかもしれない。ならレオの願いは？レオって言っちゃったやん。もうレオって言っちゃったやん。完全にさ、レオとハル同一人物っていう裏付けになってしまっとる。わかんね。今のはわかってた顔でしょ。おい、通り道だから墓参りによるくといいだろ。あ、わかったからあんまり早く歩かないでよ。墓参り？え？墓参り？実はオリビアさん亡くなっとるみたいな。え、いつの間にか亡くなっとるみたいな、そんな話。ゾーッとする。そしてライアーライトトゥービーコンティニュード。あ、おまけ部屋来た。おまけ部屋来たー。わー、おまけ部屋来たー。実はワンの時もおまけ部屋あったんよな。けど俺の実況のシステムとしていやらしいシステムを採用しております。おまけ部屋は視聴者さんが気になるという方、視聴者さんの中に気になるという方がいれば自分でプレイして最後までやっておまけ部屋を見てみてください。僕はこの実況ではおまけ部屋はしません。いやらしいでしょ。いや、大事なことだと思うんですよ。自分でダウンロードして自分でプレイして自分でストーリーを体感するって大事なことだと思うんですよ。確かにストーリーは、俺の実況で全部見てくれさったと思うんですけど、やっぱ、自分でプレイして感じたものとはなんか違うと思うんですよねっていうことで。というわけで、今回は、ライト2完結で、ありがとうございました。次のパートから、ライトの3の方をやっていきたいと思いますんで、どうぞそっちの方もよろしくお願いします。というわけで、ライトシリーズ、まだまだ続きます。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。週明け。ライド2の実況最後まで見ていただきありがとうございました。夢食いドラゴンについてのお話は今回でラストとなります。けどライドシリーズ自体はまだまだ続きます。次はライド3でお会いしましょう。また次回。